はい、今日紹介するのはですね、ジョイクックってやつですね。まあちょっと今届いたばっかりなんで早速開けていきます。さあ、開封してみました。これ説明書ですか。で、いきなりもう出てきました。よいしょ。はい、それではですね、ジョイクックっていうのは一体何なのかっていうのをちょっと説明したいと思います。これが付属の、説明書兼レシピ本みたいなやつなんですけど、ですね、よっと、はい、こんな感じですね。まず、オーブン料理、オーブン的な料理ができますね。でこう見ていくとですね、こうやって、ローストビーフ、ハンバーグ、ソーセージ、なんとかグリル、なんたらかんたら、ほにゃらら、はにゃらら、結構ですね、揚げないとんかつなんかもできるんですね。もういろんなものが作れると。ピザもできるんですね。焼きバナナ、焼き芋、すごいですね。はい、そして水を張って蒸し料理ができます。こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じの、いろいろ作れるんですね。煮込み料理もできるんですね。なるほどなるほど。ロールキャベツ、ポトフ、炊き込み料理、おっと、パエリア、韓国風パエリアってどうなんだ。ごぼうとひき肉の鍋もできるぞ。お、キムチ鍋いいですね。ラーメン、すき焼き、おでんという感じの、ジョイクックですね。あ、いいですね。あ、タンドリーチキンですね。ね、こんな感じの25分でできちゃうんですね。ちょっとね、早速何かを、調理してみたいと思います。これ、なんで買ったかっていうと、非常にヘルシーに料理ができるっていうところで、今ダイエット中なのでちょうどいいかなと思ってで買ってみました。はい、これちょっと汚いんですけど、うちのコンロです。ではジョイクックをセッティングしてみたいと思います。はい、まずはコンロの上にこういった金具を置くんですね。オーブン、いや、オーブン的な料理をするときっていうのがこれを置きますですね。で、その上に、ここ本当はちょっと水張るんですけど、その上にこれを乗せると。はい、で最後に蓋を乗せて、これがオーブン的なね、料理をするときの、状態ですね。こんな感じになってます。でですね、これ、蒸し料理もできるんですね。はい、で蒸し料理の時はこの鍋状のものを直接置いて、でここに水を張るんですね。で、これが中蓋というか、でやっぱり蓋ですね。これが蒸し料理状態っていう感じになります。はい、ではですね、水を、張ります。そして蓋を置いて、でここに、食材を並べると。ちょっと並べてみます。はい、ちょっとですね、今家に鶏肉があったので並べてみました。でここで蓋をします。装着、ドガーン、ボガーン、よし。で、火はですね、なんか中火らしいです。もうこんなもんかな、こんなもんですかね。これで20何分かちょっとかかるみたいですね。はい、ということでですね、今鶏肉、今気がついたんですけど、何の下味もつけてなかったです。とりあえず待って、ただ待ってるのもつまんないので、100g、あ、これだ。はい、ペプシですね。はい、晩酌出来上がりです。さあ、早く焼けないかな。はい、ちょっとね、この穴の中見えますかね。これ鶏の脂が落ちてきてるんですよね。こういうので、ヘルシーにできるという感じです。はい、そろそろ時間なので、ちょっと蓋開けてみます。一回火止めます。ボカン、おおっと、めちゃめちゃうまそうな感じにできてるんじゃないですかね。よし、じゃあ食らってみましょう。
はい、今お皿に盛り付けた仕上がりはこんな感じですね。ぐーっとちょっと寄ってみますね。ぐーっとほーっとこんな感じですね。ちょっとですね、まあ、実際湯気出てるんですけど湯気見えないのがあれですね。でですね、まあ、中まで火は通ってて非常に効いた感じ柔らかいです。でですね、この、まあ、直接鉄板に当たってた部分っていうのは焦げ目もついてて非常に美味しそうに仕上がってますね。という感じで、ジョイクックでした。ジャイネット。